よかったら夜まで少しや。ああ、そう。わかりました。すまないな。これはまたお揃いでお出迎えいただいちゃって。ソメヤ、約束通り来ましたよ。そちらは気が変わったりしてませんよね、四代目。ああ、安心しろ。ローのところへ案内してやる。兄貴、このバカタレが何ぞおかしな真似しよったら、すぐわしらも行きますけ。いつでも呼んで使わさい。そのツラボコボコにしたると。四代目、ローと会う場所はどちらで。前は桃源郷ってソープだったビルだ。ローはそこで待ってる。桃源郷、あんな場所にローが。何か問題でもあるのか。まああの建物の中に入ればわかりますよ。4代目はあの牢に何て言われてまた会うことになったんだよ。登場界の人間には関係ねえから、お前に余計なおしゃべりをするつもりはない。そんなこと言わずに仲良くやりましょうや。行き先が桃源郷ってことなら、牢も4代目も関係。ここだな、桃源郷。ローはもう俺が四代目と一緒にいることに気づいているはずです。約束と違うなんつってとんずらこかれなきゃいいんですけどね。どうだろうな、そうなりゃお前も俺もお互い無駄足だ。まあ入ってみてのお楽しみです。しかしこんな小汚い場所で出迎えもなしってんじゃ、ローもゲストへの礼儀ってもんが分かっちゃいませんね。ああ、それについちゃ同感だ。もう10年くらい前ですか、セラ三代目が死んだ後、東城会の跡目争いの構想がこの建物にも飛び火した。もちろんご存知ですよね。堂島の竜と島野の狂犬が暴れまくってダンプを突っ込ませたりめちゃくちゃだったらしいじゃないですか。ここを廃墟にしちまったのはあんたらですよ。ここ以外にもこの町にはあんたらが好き勝手やってぶっ潰してきた負の遺産ってのがゴロゴロしてます。そういう場所に入り込んでるのが連中みてえな立ちの悪い半グレです。若い女をさらってきちゃやりたい放題やってるみたいで、ところが今は警察も東城会と中国人の抗争で手が回らねえ。でこんな街のど真ん中に無法地帯ができちまった。どうです、四代目も責任感じちゃいません？
しかしこの建物の奥に牢がいるとなると、そこのチンピラどもは牢の元に下ったってことなのかな。ならこいつらは牢のよこした出迎えか。その割には俺らと口を聞く気もねえらしいな。どうせこいつらから身のある話なんて聞きやしません。あんまり牢を待たせねえうちにやってやりましょうや。四代目、この先に通路がありますよ。こいつをどかしたら先に進めそうです。手加減なしだ。亀裂が入ってるな。四代目、どうやら建物が劣化した。なんだこいつは。相当ヤバいやつがいますよ。四代目、ほっといて先に進みましょう。そこのはしごを使って上へ行きましょう。聞こえますか？ここで待ってますから、早く上がってきてくださいよ。
めよ。ふざけ。という味だ。おお、うまい。なんという味だ。おお、うまい。なんだ。うん。